清澄墨香京清志野京大正12年7月13日は、皇族出身の日本の家族。仏皇寺第26代官庁を務めた後現属し、貴族院議員、幹線県知事などを務めた。文久2年、伏見宮法課新郎の第十号寺として、江戸で生まれる。幼少は六十宮。慶応2年に、親戚降下して、新州仏皇寺。 第25代館長教王の養子となる。明治元年、仏光寺を相続、仏光寺、第26代館長となった。明治5年には家族に列し、寺の所在地から取った渋谷を屋号として、渋谷屋教と称した。明治13年、大教聖。明治21年6月28日に、渋谷家を離席、一旦伏見の宮家に復帰した後、再度親戚降下して新たに、 清吉生の姓を賜り、白釈清住家卿となった。貴族院白釈議員、宮中古問館のほか、山梨、茨城、和歌山、新潟の各県知事を務めた。妻は、倉橋安志県の長女、美智子。この高志教は、渋谷家を継いだため、清洲白釈家は、真田白釈家から養子に入った雪安が相続した。なお、雪安は後に、 家教の老いにあたる伏見宮弘康王の第二王女、厚子女王と結婚している。ABCDEFGHI 霞海艦家族、家系体制編集委員会、平成新週休家族家系体制上、P529ABCD、清志隅家教。日本人、明大辞典プラス、2014年3月16日、閲覧。霞海艦家族家系体制編集委員会。 平成新集級家族家系体制上、P47-ABCDE 霞、会館家族家系体制編集委員会、平成新集級家族家系体制上、P727、コトバンク書集デジタル版日本人、明大辞典プラスによれば、明治6年に出家して、仏校自住職となるとある。AB、官報大1499号。 明治21年6月29日、官報第4799号、除人及び、事例1899年7月1日、官報後号外、除人及び、事例1907年3月31日、官報第7209号、除人及び、事例1907年7月11日、官報第1315号、付録、 事例1916年12月13日。官報第二2 1 8号。序任及び、事例1916年8月21日。で国議会会議録貴族院議員の移動。官報第百1 9 2号。序任及び、事例1916年7月21日。で国議会会議録貴族院議員移動。官報第百2 8 7号。 除人及び事例1923年7月14日、69に関するカテゴリー、ありがとうございます。